報酬人間バタイナー、必殺パーチャルアクセル、山道を登れバタイナー。悪の組織デフロスターのアジトを探すため、とある山道までバタイナーがやってきた。よし、この山奥にデフロスターのアジトがあるはずだ。今度こそデフロスターのアジトを見つけてやるぜ。しかし結構な急勾配が続く山道だな。対向車もよく見えないぞ。これもデフロスターの俺を陥れる作戦なのか。でも俺の山道を走行するドライビングテクニックを使えば無事にアジトまでたどり着けるはずだ。望むところだ。やってやるぜ。飛び出しに場所も時間も予告なし。俺は正義の指導員、教習人間バタイナー。説明しよう。バタイナーは運転へのワクワクゲージ、ガチョウ点に発するとこのポーズを取りたくなるのである。ちょ、はい、では上り坂を登っていく時の説明をしていきたいと思います。やはり上り坂ですので力強く登っていく必要があります。そのため普段の平地走行の時よりもアクセルを多めに使うということが必要になります。オートマチック車の場合、そのままドライブレンジのまま走行していただいても結構なのですが、シフトには横に S モードというところがあります。あえてこちらのシフトを使用されて力強く登っていく、車両に力強いエンジンパワーを伝えるということも可能だと思っておいてください。あとは、カーブが連続するということですので、右カーブと左カーブとでどうしても曲がった先の道の広さが狭く感じてしまう、そして広く見えてしまう、そのような目の錯覚も生じます。その点も注意しながら走行していきたいと思います。あと山道で対向車両とすれ違う時ですね、すれ違う場所を瞬時に判断して、できれば対向車とすれ違う場所は直線道路の部分ですれ違いたい、その辺の判断タイミングも合わせていきたいと思います。では実際に走行していきたいと思います。はい、では今から山道、走行していきたいと思います。滑りやすいの警戒標識がありますね。その奥には連続カーブありの警戒標識ですね。気をつけていきたいと思います。カーブの入り口はアクセルオフ、カーブミラーにも無線を配りしっかり減速ですね。後続車両に減速しますよということをアピールするために、足のブレーキランプを光らせるためだけに、使っていただいてもいいと思います。アクセルオフのエンジンブレーキでも十分減速はできます。右カーブは内側に切れ込みすぎてしまいますと、対向車両が左下りカーブになりますので、はみ出してくるかもしれない危険性を考えて、なるべくキープレフト、左寄りを意識してみましょう。どうしても心理的に右カーブの方が道が広いと感じてしまいます。ですので内側に切れ込みやすくなってしまいますので、ハンドルを使う量十分気をつけてください。上り勾配がきついなと感じたときはシフトをあえて S 使っていただいても構いません。そうすると自然とエンジンの回転数が上がり、力強く車両が上っていくことが可能になります。勾配がちょっと緩やかになったなと思ったらドライブレンジに戻していただいて構いません。右カーブですね。カーブの入り口はアクセルオフと少しフットブレーキを使って減速、目線を前方に送り対向車両の存在も確認しましょう。カーブの出口からはちょっとアクセルを踏み込んでいって力強くカーブから出ていきたいところです。さあ、ここからは中央線がなくなって、より、道幅が狭く感じてしまいます。左カーブの時はキープレフトですね。対向車両を合わせて対向車線側にはみ出すことがないように気をつけていきたいと思います。曲がった跡がよく見えない、カーブ、コーナーのことをブラインドコーナーと呼んでおりますけども、その場合はカーブミラーが必ずあります。カーブミラーにも目線を配り、対向車両が来ているなと感じた場合は
カーブの中で、すれ違うというタイミングではなるべく行かない方がいいと思います。はい、自分が上りですので一応上りの方が優先されるというルールがあるわけですけども、必要に応じては、まあ、上りの車両でも止まってもいいかもしれません。まあ、元町汽車ですのでね、坂道発進そんなに難しくありませんので、カーブの先くばりカーブの出口から状況が良ければしっかり加速しながらハンドルを下ろしていきます。アクセルオフとハンドル量が決まったら高速のパーシャルアクセルを使えるといいと思います。はい、またもや、連続カーブありの警戒標識ですね。カーブにあります先くばりカーブの進入時はしっかり出ます。ハンドルを使う量が決める、ハンドルを使う量が、決めることができましたら、完全にアクセルオフの状態でしたらどんどん減速してしまいますので、高速を作るためのアクセル、パーシャルアクセルを踏めるといいと思います。カーブの出口はブレーキに、カーブギアに目線を配り、上り、勾配の途中ですけども、微妙に、やっぱり勾配が緩やかになっているところは、思っている以上にスピードが出てしまうこともあります。気をつけていきたいところですね。さあ、上り方ですね。力強くしっかりアクセルを踏んでいきましょう。もちろんカーブの入り口ではアクセル踏む量をコントロールします。カーブミラーにも目線を配ります。山道ではやはりどうしても木の枝、雑草等がですね、ガードレールを隠してしまって生い茂っているところもあります。自分の車両、草ですけどもね、やはり当たってしまいますと細かい傷がついてしまう可能性もありますし、左側に溝があるのですが、溝も木、草、雑草が隠してしまっています。まだ行けるなと思って行ってしまいますと脱輪してしまう可能性もあります。対向車両がいないので、確信が持てるのであれば、先ほど言いましたキープレフトですが、少し余裕を持たせた方がいいかもしれません。時々山道で、脱輪してしまって立ち往生している車見かけますね。カーブの入り口は現実ですね。はい、目的地の駐車場が見えてきました。安全に上り坂走行することができました。ベフロスターのアジトを探すためようやく山の頂上までバタイダーはたどり着いた。ふう、なんとか山道の頂上まで登ってくることができたぜ。山道の坂を登る時のポイントは、カーブの入り口での十分な減速、そしてカーブの中を走行中に速度キープをすること、パーシャルアクセルだ。右カーブの時には対向車両と安全にすれ違うためにしっかり左側車線を走行するということ。カーブの中で対向車とすれ違うことがないようにカーブミラーを活用してタイミングを上手に取り、なるべく直線部分で対向車とすれ違うこと、これを覚えておけば上り坂なんて何も怖くはない。安全に走行することができる。じゃあ俺はデフロスターのアジトを探しに行くぜ。必殺パーシャルアクセルを駆使して無事に山道を登ることができたバタイダー。この場所にベフロスターのアジトは本当にあるのだろうか。走れバタイダー、戦えバタイダー。月の輪自動車教習所の公式チャンネルを登録して
バカイダーの活躍を応援しよう。